皆様お待たせいたしました。これより自然エネルギー財団主催国際シンポジウムリビジョン2014エネルギー大転換と日本の進路午後の部を始めさせていただきます。この後のセッション2では分散型電源が変える世界の市場について自然エネルギー財団上級政策アドバイザーエリック・マーティノーさん デンマーーークオルボー大学フレッド・ベルプルンド教授、フォトン・コンサルティング代表、マイケル・ロゴル様、富士通総研主任研究員、高橋博様にお話を伺っていきます。そして、午後4時より、セッション3、座談会、エネルギー政策と日本の新しい夜明けについて、政策研究大学院大学アカデミックフェロー、 黒川清教授、デビット鈴木ファンデーション代表、デビット鈴木様、地方財政審議会会長、神野直彦様、自然エネルギー財団理事長、トーマス・コーベリアルさんにお話を伺っていきます。閉会時間は午後5時10分を予定しております。どうぞ皆様、最後までご参加いただきますようお願い申し上げます。 それでは、プログラムを始めたいと思います。セッションに、分散型電源が変える、世界の市場です。ここからは、モデレーターをお務めいただく、自然エネルギー財団常務理事。大野照之さんに、進行をお願いしたいと思います。それでは、大野さん、よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と、今ご紹介をいただきました、あの大野です。あの、よろしくお願いします。 えー、今日はの午前中からですね大変の密度、まあの,の高いご講演でありますとかあのディスカッションが続いておりますので、まあ、朝からご参加の方はちょっとまあお,お疲れ方もあのいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、えー、午後もセッション2それからその後の座談会と、えー、またなかなか大事なあの中身が詰まってますので、えー、お付き合いをいただきたいと思います。今今日のまあシンポジウムはですねあの今もご紹介あったように えー、エネルギー大転換と日本の進路とこういう態度であのお送りをしてますで今日午前中からご参加の方はですねあのまさにこのエネルギー大転換というものが、まあ、ドイツでありますとかそれから本当に中国でもまあすごい変化が起きてるしあるいはそれ以外の他の国でもですね大変大きなエネルギー政策の変化が、えー、政策と同時にですねエネルギーの供給のあり方が本当に変わってきてるということを、あのーまあ、あのお分かり頂いかたかんじゃないかかと思っております。 で日本でも今あのこのエネルギー政策に関連しては、まあ、2つ大きな、えー、け検討が行われていて、まあ、1つはあのエネルギー基本計画の検討が行われているし、まあ、もう1つは電力制度改革の取り組みが行われていると、まあ、こんなふうなあの議論が行われているわけですただ私の今日のこです、ね、午前中の議論を聞いてていくつかやはりこの日本の議論の中で、まあ、欠けているものがあるなというふうに感じましたでその1つはですねあのじゃあなんでこういうエネルギー政策の変更をするかというその 目的の部分なんですけどもやはり今日あの午前中からあのいらっしゃる方は気が付かれたと思うんですけどもやはり気候変動の問題って非常に大きいんですよね。本当にこの気候変動によってはあの世界が本当に大きな危機に直面していてあのエネルギー政策を転換して本当に低炭素の,あのエネルギーの仕組みにしていかないとあの本当にあの人類のまあ存続にとってもね大事な危機が来るとこういうことがやはりあのエネルギーの政策の転換の一つの大きな背景になってるんだと思うんですけども。 日本ではです、ね、残念ながらこの点が少しというかだいぶ議論が欠けてしまっていてあ,のあまりそこにフォーカスが当たっていないということがあると思うんですねですからそういう意味ではその問題が一つ大きくあるということも一つですでもう一つはです、ね、もう一つ日本の議論の中で欠けていると思うのはやはりあの分散型のエネルギーという切り口だと思うんですで日本の議論だとその原子力をどうするか、えー、それから 再生可能エネルギーをどうするかという切り口の議論はあるんですけれどもそれが同時にですねあのもう一つの切り口で見るとまさに原子力に代表されるような大規模集中型の電源があって遠くにあってですねそこから永遠とこう電力を運んでくるっていうシステムから自然エネルギーに代表されるような分散型のもっとその需要者に近いところにあるエネルギーに転換してきているとこの切り口がね 自然エネルギーといことじゃなくて、もう一つの角度から見ると、大規模集中型のものから分散型のものに変わってきているといこのクリクがあまり十分に議論されてないんじゃないかと思うんですね。ですから、この午前中午後のセッションではその点にもフォーカスを当てて議論をしていきたいと思います。でもちろん分散型エネルギーという場合に、何を分散化っていうのかという、これいろんな定義があると思うんですけども、 あの自然エネルギーの中にもあの、まあ、大規模なメガソーラーもあるし洋上風車のようなものもあるし、まあ、ルーフトップの、まあ、屋根のような置くような本当にあのあの分散型のものもあるんですけどまあそれはあまり厳密にあの定義しないでですね、まあ、いずれにしてもその大規模なあの原子力発電所や大規模なまあ火力発電所から比べればあのもっとも ユーザーに近いところにあるわけですから、まあ、そういうものと、まあ、あのざっくりと捉えておいてですねそうした分散型エネルギーを普及するという観点でこれから、まあ、どんなふうなあの制度改革が必要なのかどういう取り組みが必要かなというあたりを、えー、議論をしていきたいというふうに思います、えー、それではですね、えー、これ以上ちょっと余計なことは言わずに早速あの最初のスピーカーの方からお話を行っておきます、えー、1人15分ずつあのお話をいただいて、えー、残った時間でディスカッションをしたいと思いますでは最初にあのエリック・マティンノさんからあのプレゼンスをお願いいたします エリックさんはあの世界全体の再生可能エネルギーの状況についての白書を作っていらっしゃいますが、同時に日本に長く住まえていてですね、あの日本の状況も大変お詳しい方です。じゃあエリックさんお願いします。Uh, thank you very. あ、ありがとうございます。皆様こんにちは。今回これで大変嬉しく思っています。将来についてこの分散エネルギー。 分散発電一つ明らかな点だと思いますがパワーグリッドですとか、ね、その供給ということを考えてみますとやはり複雑な組み合わせ分散そしてまた中央型そのバランスでできることになると思いますそしてまた分散型非分散型といろいろ話が出るわけですが必要な技術は全部揃っていると思います。 経済性ということでもないと思うわけであります非常に利益を上げているいろいろなやり方もあるわけでありますまあ、話も出てくるかと思いますということでこういった様々な想定についていいパネルメンバーが揃っていると思いますまず政策政策の変化えそしてまた電力市場そして規制の変化ビジネスファイナンスそして新しいモデル いろいろなものが関わっていると思います。そしてインテグレーション、パワーグリッドの統合、どうやってそれを技術的にバランスを取っていくのか、どういった変化が必要なのかということになってくると思います。概要という形でお話をしていきたいと思います。まず最初に、まあこの屋根の PV というのが今、分散発電、 世界中でで見られているもの,の一つであります。日本におきましても急成長を遂げておりますその話も出てくるかと思います。えー、そしてまた太陽に光におけます、えー、この PV の4分の3がこの屋上に行われているものであります、えー、バイオマスなども熱なども使えるわけでありますコンバインドパワーヒーターのパワープラントもありますしバイオマスの電力もあるわけでありますそれが今コミュニティスケールの風力発電なども想定できます。 えそしてまた進化ということで再生可能エネルギーのグローバルの市場についても先ほど話がありましたそういった中でちょっと見ていきたいと思いますが太陽光 PV が非常に大きなシェアを占めているということがグローバル市場で見ることができますこれは発電設備容量であります太陽光の PV オレンジの部分まあ、黄色でしょうかがとても大きな割合となっております風力そしてまた太陽光の PV だけを見てみましても これは原子力発電の容量と同じということであるわけです。370ギガワット相当ということになるわけであります。ですからグローバルの電力の容量に匹敵するわけであるわけであります。EU 太陽光と風力はだいたい同じくらいであります。ドイツもイタリアでも同じです。イタリアの方が太陽光の方が風力よりも多い2倍ぐらい多いということであります。太陽光の PV というのは非常にグローバルで、 再生可能エネルギーの資料の通信となっているわけであります。ということで、非常に成長しているということが過去10年間、PB においては見られるわけであります。市場は、10年前に比べて40倍も増えているという現状があります。非常に興味深い動向 が言えると思います。分散化された太陽光の PV ということでありますが昔はまあユーティリティスケール 100kW 以上のものそのような電力会社規模というふうに呼んでいました、えー、しかしながら 100kW 以上のものメガワットのものもたくさん増えているわけでありますですからユーティリティスケールと呼ばれていたもの10メガワット以上ということでありますそしてまた電力会社もこのように分散型の太陽光にも投資しています米国におきまして半分ぐらいが、 この電力会社が設置したものであります。2012年の数字です。そしてまた、どんどんコミュニティスケールのシステムも増えています。複数の建物、個別の建物だけではなく、複数の建物を結ぶという系統もあるわけであります。そしてまた、この建物統合型のものも、まあ、小規模ではありますけれどもあります。投資という切り口で見てみますと、えー 投資におきましては、再生可能エネルギーグローバルにおきまして2500億ドルとなっていますそしてその半分が太陽光向けとなっていますということでそれが近年の数字となっていますこの数年間の傾向としてそれが言えるわけであります将来ということでありますけれども2年ぐらい再生可能エネルギーの未来白書ということでこれはダウンロード日本語版もありますのでダウンロードをしていただけたらと思いますのウェブサイトから、 ダウンロード可能です。で最近出版されたさまざまなシナリオをまず検討いたしました再生可能エネルギーの将来についても50ぐらいのシナリオが実はあるんですが10、20 30 40年、30年、40年先を見るものでありますで。こういったシナリオですけども非常に興味深い図式を示しております。 再生可能エネルギーが将来どうなるかということでありますがその一例ですこのグラフにおきまして、パーセンテージシ,シェアということで再生可能エネルギーの電力の割合2030年までの状況を示しています30から50%ぐらいがえ大半のシナリオで見られる枠となります3035%というターゲットを日本が考えている際にはえこれはもう北一 予測ということになるわけであります。それ以外の市場で既になっているわけであります。2030年向けてドイツにおきましては50%のターゲットを2030年うたっているわけであります。<laughs> で、こういったシナリオ、分散化されてエネルギーの状況というものが見えてきているわけであります。米国におきましてロッキーマウンテンインスティテュートのシナリオリベンティングファイヤーというものがあります。80% 米国の電力の80%が再生可能エネルギーから、これは2050年と言っています。その半分は分散化されたエネルギーからとなっています。そしてインターリック、マイクログリッド、分散化されたソーラーですとか風力とか、この分散化バイオマスなどによって構成されるということで、米国は再生可能エネルギーの半分というのは分散化された形で入手するということになります。それ以外のシナリオも出ているわけです。分散化エネルギーという 方向で出ています。全体の予測量でありますけれども PV 将来においてどれぐらいの容量かということでありますけれどもずいぶん差があります140ギガワットぐらいが昨年の数字でしたかなりの数字がこれから15年において色々違うわけ2030年までということでありますより高い予測としてはソーラーが15倍になるだろうという見積もりもありますこれは2030年の数字となっています。 忘れてはならないのは、なならいのの熱割合です。分散化されたエネルギーを考える際には電力だけではなくこの熱ということもその中に含まれるわけであります。シナリオにおきましては将来の熱の供給バイオマスだろうとソーラーだろうとジオサーマンマだろうと熱の供給が再生可能エネルギー由来というものも出ているわけであります。それから 分散化型の発電ということでありますが政策ビジネスファイナンスグリーズの統合バランシングという切り口で考えていきたいと思いますまあ十分にこの重要な政策の役割についてまず把握されていないということがあると思います特に日本におきましてまあ日本の電力セクター市場を見てみますとまあ再編が OEC、えー、諸国で まあ過去30年間、えー、いろいろ展開がありましたが日本ではまだ見られないということで日本とメキシコがまだ、えー、電力の会社 OEC の国におきましては30年間変わっていないわけであります。ということで日本におけます想定される政策の変更というのはやはり状況を理解し、えー、これから成長する市場の状況分散型の発電であるということを十分に念頭に置きながら変えていく必要があると思います。 そしてまた、系統接続保障、そして電力購入という側面でありますが、これは FIT 固定価格買取制度の一部となっています。かなり存在しているわけであります。まあ、FIT のヨーロッパ等についていろいろ話があるわけでありますが、やはり必須となる部分、基本質的なところはこの系統接続保障と電力購入になると思います。新しい市場の枠組みでありますが、これも非常に大事になってくると思います。市場がどう構築されているのか、どうやって、 この展開するのか、フェアなマーケットをどう作っていくのか、分散型、集中型、最も効率いい形でどう達成したらいいのか、最大限のメリットをうま組み合わせることでどう得るのかということが課題になってくると思います。かなり大きなチャレンジであると言えるわけであります。分散化、そしてまた集中型の間の競合、再生可能エネルギーと従来のエネルギーの競合、いろいろなものが類積されるわけであります。そして本当の真になるこの分散化エネルギーの価値を 正しく評価するとということそしてまたインフラにおきます投資があるそして発電というのはエンドユースにおいてということになるわけでありますのでそしてまたこの標準資産ストランデッドアセットということも重要な項目であると思いますグリードについていろいろな方が話をすると思いますけれどもこの分散化された発電になるソーラー PV などにおきましてはいろいろ問題もある 出てくるるとと言えると思いますえこういった電装配電発電の資産の一部が必要なくなるということであります。ということでそれをどう対処するのか誰がその対価を払うのか、えー、今まで大量の投資が資産にされている集中化されたものが存在しているしかしながら今分散化型の資産におけます投資が必要になってくる中でどう対応するのかということでヨーロッパなどにおきましてドイツ などを見てみますと、既存の資産、標準さんどうするかということが今、話し合われ始めているわけであります。え、そしてまた地域内のその送電託装ということであります。え、近隣の人に電力を販売する、そしてまたその託装するということであります。ピアとピアの販売ということ以外にも、送電託装をするということであります。ですから、この発電… 通常の系統におけます送電タク送よりも地域内の送電タク送で安価にするという概念です。でもう一つ話が出てくるかと思いますけれどもビジネスモデルとファイナンシングということであります。興味深いモデルがいろいろ出てきております。新しい会社という形態のものもありますしエネルギーサービス会社マイクロユーティリティなどもあります。エネルギーサービスのビジネスなどもあります。リーーース、ス。フィフィォーサービス プリペイドシステム、いろいろなものが出ているわけであります。消費者がこの資本コストすべてをファンディングする必要ないような体制であります。ピアートゥペア、相互間の売買ということになるわけですが、近隣の方に販売するコミュニティオーナーシップ、あるいはコミュニティインベストメント、まあ何人かの人たちが、あるいは会社が集まって、自分たちの分散型の、 センスモデルを作っていいいくとととうこともできると思いますで。将来におきましてやはり分散化されたエネルギーの将来ですがこういったモデルによって定まってくると思いますどう進化するのかイノベーションがどううまく使えるのかということで変わってくると思いますまさにここでイノベーションが必要であると言えると思います一旦適切なこの政策の枠組みがあってそして政策が同時に進化するということが求められるわけであります。で 三つ目の点でありますけれども、この系統接続と安定性ということになるわけであります。独立したマイクログリッドが繋がるという形となるわけであります。お,お互いが貢献し合うということでインターネットの概念に似たようなものであります。発電するにあたってやっていくと、まあ蓄電がいろいろなレベルでなされることになります。そしてまあいろいろな信話も この統合においてあるわけでありますが、エネルギーの蓄電が再生可能エネルギーの高いシェアを実現するために必要であると言われているわけでありますが。ただしもそれが正しくありません。A ですから、10の異なったオプションがすでに世界各国で使われております。パワーグリッドのバランシングをするということで蓄電。 介在しないものもあるわけでありますここで鍵となるのが柔軟性ということであります柔軟性のある発電えそして需要の対する柔軟性ということになるわけでありますデマンドレスポンスという概念もまた求められるわけでありますデマンドの調節をしそしてサプライに合わせるとリアルタイムでスマートコントロールを使ったりもできるわけであります コントラクトあるいはコマーシャルそしていろいろな会社を使うことによって提供できるわけであります柔軟性のあるリマンドをパーグリードに提供するということになるわけでありますまあ、こういったものはすでになされております世界のどこかでなされているということでありますが日本もそういった展開があるということを理解する蓄電だけでこのバランスが 必要というわけではないわけです。いろんなやり方があるということを理解していく必要もあると思います。日本に該当するものもあると思います。これはグリッドバランスのオプションという部分です。で、最後になりますが、確かに技術的な側面も出てくると思います。分散化された発電がたくさんある ヨーロッパにおきましては、トゥーマッチということも問題としてなっているわけです。ソーラー PV がオンラインである、そして電力会社が対応しきれないという課長もあるわけです。そして、このような法はどう対応するのか、ローカルレベル、分散化されたグリートにどう対応するのか、国レベル、地域レベルでどう対処するのかということも必要になってくるわけです。ですから、ま,あ、また皆様方の方から話を聞くことになると思いますが。 ここはちょっっとと飛ばそうと思っていますしかしながら再生可能エネルギーの統合においては建物レベルでいろいろなものができると思います分散化された発電をこの電力そしてまた熱供給そしてさまざまな形での再生可能の熱あると思います効率性の高い建物必要ですけれども建物がもっと自立性を持つということになってくるわけでありますそしてそれがこの電源にもなると。 ということであります。最後あと2枚ぐらいでしょうかでおいたいと思いますが、えー、将来を考える中でこういったものが幅広い会社にとって、えー、この利益を提供する PB のメーカーだけではなく風車のメーカーだけではなく IT の会社そしてまた建材の会社、えー、自動車会社そしてまた再生可能エネルギーいろいろな会社が メリットを供するということが必要になってくるわけです。グローバルフューチャーズレポートにおきまして、いろいろな議論を載せています。で、ここのこの集中型か分散型か、この5番のところが私ども考えていかなくてはならないところだと思います。複雑なまあ、2つ合わせたものになってくると思います。で、6番の論点電力事業者は先導するのか追従するのか？ 押し戻すのか消滅するのかというところでありますがパワーセクターにおいて将来どうなるのか、えー、政策ビジネスモデル、えー、そしてまた私どもの定義、えー、この発電そしてまた電力会社は何なのかという定義によって変わってくると思いますが他の方々も来たいと思いますご清聴ありがとうございましたエ英クさんありがとうございましたあの外観的に分散型エネルギーに関するあの論点をお話していただきましたであは分散型エネルギーといえばですねまあ、なんとでもデンマークでございましてまあデンマーク今日午前中もあったようにあの 自然エネルギーの普及という点でも、まああの時によってはフル稼働で100%以上を供給するようなそういう自然エネルギーの大普及国でありますが、同時にブースー型エネルギーが大変あの供給していまして、えー、まあそういう面のせ大変戦略的な例だと思います。ではその中身につきまして、デンマークのオールボールダ大学のベルプルントさんをお願いいたします。ベルプルント、お座りくださいします。Thank you very m u ありがとうございます。 今回の国際会議に招聘してくださったことを御礼申し上げますそして多くの方々がこの国際会議に参加しているそしていろんなことを学んでいることを見まして大変嬉しく思うわけであります。まあ、デンマーク の場合でございますとととやっぱりりり人々が動かなないい限政政府としても方針政策はは打ち出すすすこででできないわけでありますですので、デンマークにおきまして、なぜこういうふうに再生可能エネルギーを拡大することができたかといいますと、政府が方針を打ち出したということでは決してありません。国民と政府との間におきまして対話があり、そこからその再エネが拡大していくという機運が 高まっっていったわけであります、えー、ですので、やはり道その、旅を始めるには第一歩というものが必要なわけでありますし、大変重要なわけであります。そして、デンマークにおけます再エネの旅というものは今でも続いているわけであります。我々は 100%RE を目指してこの旅を続けているわけであります。いろんな。 シーサーサプロジェクトと呼んでいるわけでありますけれども。 シーについてもう少しご知りたいということであれば、こちらの URL から見ていただければと思います。報告書をダウンロードすることができるわけであります。これは、一貫エネルギー環境システム分析というデンマークで進められていることであります。もちろん、その再エネというものは変動、出力が変動するわけでありますけれども、それにでも関かかわらず100%あるいというのは不可能ではないわけであります。それを一つの目標といたします。 ましてその達成ししようとしているわけでありますもちろんその一つのシステムの中でそのいろんな出力の変動に対応していくということができれば100%にできるはずであります。ですのでこちらにつきましては、まあ、簡単にご説明しておきます。ある 再エネにするということになりますともちろんコストがかからないわけではありません緑の部分が燃料それからまあ、ほとんどそれはバイオマスになるわけでありますまあ、輸入の石炭石油ガスにその再エネが取って代わるということになるわけであります これについてご説明するのが今日の主題ではございませんのでまた後ほどご関心のある方は見てください。まあ、この地図につきましては何回となく出てきていると思います。1990年代92年でしょうか大きな変革があったわけであります。ということはより分散化したその電力それから冷暖房のシステムに移っていったわけであります。 政策ですので政策のバックグラウンドというものは国によって違うわけであります。ある意味では一般 ある意味ではその政策というものは他の国々に移し、移して、そして、ひな形として使えるものはないのかもしれません。国によって状況が違う、背景が違う、そしてそれに合った政策を打ち出さなければならないということであります。ですので、例えばある村におきまして300の世帯があった。そしてそこには地域の冷暖房システム、ま、だ特に暖房システムがあったと。そしてそこでは、じゃあ高ジェネレーションしようよというような機運が あってそしてコージェネレーションのシステムを導入したわけでありますですのでそういうようなことがまあ、個別のムラムラで動きとして運動として始まっていったわけでありますそれによりましてコージェネレーションシステムが普及していったわけでありますそれからさらにこの政策も打ち出されましてそれが即さらに促進されたわけでありますデンマークの政策といたしましては 垂直的に統合されましたこのシステムであったわけでありますこのオーープンなマーケットでではは昔はありませんでしたそしてその垂直的に統合されたシステムの中において徐々に分散化システムが伸びていったということであるわけでありますでこちらがどれぐらいのこの規制の緩和が進んだかということであります ですので例えば天然ガスを購入するということであればこ,うここまではずっとこういうような規制があったわけであります。それからこの定利子の融資につきましても1988年ぐらいから進められてきたわけであります。91年ということになりますと電力会社との間におきまして交渉がなされまして。 そして電力会社としては、長期的にこの契約、買い取りの契約をせざるを得ない状況になったわけであります。ですので、この長期的に渡たりまして、マージナルコスト、限界的なコストに基づいた料金で購入するということが決まったわけであります。それから CO2 に対するその補助という。 これは1ユーロセントぐらいでありますけれども、それが始まったということであります。ですので、徐々にマイナスがプラスになってきたということでありまして、ついにそこから離陸したということであります。ですので、えー、その、 一中央政府が一つの政策を打ち出したと、それによりまして、高ジェネレーションのシステムが普及したというわけではありません。やはり、えー、個々の村々、やっぱり400ぐらいの村が、その地域が、その高ジェネレーションシステムを導入して、えー、そしてそれ以降、いろいろ方針が、政策が変わってきたわけであります。ですので、2006年になりますと、その100メガワット程度が、在来再エネになってきたということになるわけであります。 ですので、それが現実でございます。エコノミストとしてこの状況を見ておりますとです、ね、テクノロジーというものは、単独でそのままあるということで決してありません。やはりテクノロジーというのは政治にその包まれているということになるわけであります。ですので、こちらが分散化エネルギーの伸び具合ということになるわけであります。 あまり時間がないので、えー、これは風力がどれぐらい発展したか拡大したかということでありますですので6年後にはということは2020年ですけれどもこの、えーまあ、33%になりそして50%というのが目標としてあるわけでありますこちらがデンマークとドイツが記されてあります地図です まあ、インターネットを見ればこれは2月の14日で、えー、どれぐらいの発電がなされて風力発電がなされて、えー、他の分野、えー、他のその例えば、えー、太陽光で発電されてそしてそれが輸出入されているのか融通されているのかということが分かるわけであります。 ですのでこれはもちろんいつでも瞬時瞬時あ状況をネットを見ればわかります。でこちらはちょっと割愛させていただきます。えこれは電力料金でございます。2013年の紙期であります。えこれは電力料金ですけれども産業向けということになっております。ですので。 でですので1年当たり500メガワットから2000メガワットアワーの程度の消費をしております、需要家向けのこれは料金であるわけであります。この料金は そのデンマークの産業界にとりましてプレッシャーをかけているというようなレベルでは決してありません。デンマークの電力料金、ヨーロッパ全体から見れば低めの方になるわけであります。2011年にに新政権になりましたそしたそそての 議会との間の合意に基づきまして、2010、2050年までには100%再エネにするということを約束したわけであります。それからさらに2035年までには電力と電暖房につきましては100%再エネ。それから発電所においては石炭火力はなくす。それから家庭用暖房につきましては、その原油、灯油などを使わないということを約束したわけであります。 それですから2020年にはその風力を50%まで高めていくということであります、まあ、今朝ほども触れるれたわけでありますけれどもこの電力消費のうちその風力が120%まで,で高まるという時もその日によってもあるわけであります。 大きな変化は、こういうこの化石燃料から再生可能エネルギーへと移ったわけであります。ただそのためには新たなインフラが必要なわけであります。ですので、このような化石燃料からやはり出力が変動するエネルギーへとこの転換しなければいけないわけであります。ですので、まあこういうような資料も見ていただければと思います。最も重要な点としては、 スマートな電力シスステムと、えー、ということは話しませんスマートエネルギーというふうに言うわけでスマートエネルギーシステムが必要である、えー、その、えー、ただ単に電力だけではありませんエネルギーシステムそれ自体,自体をスマートにしなければなりません。 ですので風力の、えー、風力発電こういうふうになっておりましてま以前のシステムでありますとこうなるわけであります、えー、そのフレキシビリティがほとんどないシステムであるわけでありますですので風力あまり入れることはできませんですので、えー、分散化の発電が始まりますともう少し受け入れることもできるわけでありますそして そして暖房それから蓄熱蓄電というようなことも行えばもっとさらに再エネの割合を高めていくことができるわけでありますそしてこの需給調整というものも瞬時瞬時も迅速にできるということであります暖房ということにつきましては暖房用のマーケットに売却をするということもこういうふうにできるわけでありますですので迅速に対応調整ができるわけでありますそして そしてさらに増やすためにはこういうような分散化した発電がなされてそしてそのシス,システム側を見ますと例えばこの冷暖房のためのポンプヒートポンプそれから蓄熱システムとか蓄電システムというものがここに入ってくるわけであります。ですので日本の技術も多用することができるはずでございます。 調整を相当しなければならないということでありますのでこういうようなハイテックなその日本製の機器を導入するということになってくるわけであります。 ですので電力それから運輸もそれから運輸に必要な燃料につきましてもそれから冷暖房につきまして全てがここで統括されていくということになるわけであります。でバイオマスも使っているわけであります。それから風力,で発電風力発電を使ってこういうこともしているわけであります。ですので100%再生可能ということになりますとこれは自動車用運輸用につきましてもメタノールを作ってメタノールを燃やして自動車を を動かすということであります。ですので、もちろんそのフィーディングシステムも必要になってくるわけ。あと1分ですか？はい。あと1分しかないようです。ですので、出力が変動するその電源のための対応、そしてそのためのインフラを設備整備しなければなりません。あと1分ですね。 これだけについては一言だけ付け加えたいと思います。これは需給を示しているわけであります。新しいレベルに。ということは、風力発電が拡大するということになりますと、こういうところへと水準に移ってくるということであります。ですので、まあ、経済的なあー えー、自殺になってしまうと、えー、経済的に破綻ということになってしまうわけでありますあまりにもこの風力が増えるとこういうことになってしまうということになることもあるわけでありますですのでここではやはりその暖房と電力冷暖房と電力ということにつきまして合わせて提供していくということが必要なわけであります。えー 中の風力につきまして、えー、このその料金につきまして高くより高いレベルに引き上げていくということが可能なわけであります。ですのでこの資料もにおきましてはより多くのことが記されているわけでございますので、そちらの資料の方についてはゆっくり読んでいただければと思います。その自然これは決して自然の法則では ないですのでその冷暖房の市場もあるそして電力の市場もあるとそれから合成ガスこれは石炭のガスですけれどもそれをうまく利用を組み合わせるということが必要だと思います。ででですののこちらのスライド後でじっくり 読んでいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。えー、ベルブルンズ、ありがとうございました。あの、まあ、三十年ぐらいの過去の発展と、それから二千五十年の展望。ちょっと、あの十五分でお話いただくのは、なかなか無理があったと思うんですが。いずれにしましても、今日本では、まだまだ、あの古く発生、本当に一パーセント、二パーセントの世界で。まあ、あの系統に統合できないという、な話がある中で。もうすでに、デンマークでは、ええー、まあ、数十パーセント、まあ、非常と百パーセント以上統合していると。で、それから、さらに、一年間通しても、さらに、こう、あの。 風力発電を生かしていくためにはあのそれ以外のいろんな工夫も必要になってくるとそういうお話だったと思います、えー。それでは3番目のスピーカーで、フォトン、太陽光発電に関する世界的なあのコンサルティング、世界で一番あの底辺のあるコンサルティング会社の代表を務めております、マイケル・ログロさんからお話をいただきたいと思いいまますすロ,ロさんお願いしご、えー、ご紹介ありがとうございます。 まず、この自然エネルギー財団の皆様方にこのような機会を提供していただいたこと、感謝いたしますし、またインターネットでこれをご覧になっている方にもご挨拶申し上げます。今日お話をするのはスポーツの話です。スポーツの方がエネルギーよりよっぽど面白いトピックだと思います。で、まあ、ここで言おうとしているのは、フットボールと英語で言いますと、旧来のフットボールとそれから新しいフットボールと全く同じ名前でありながら全く異なったスポーツであります。 がまあ、これ電力といった場合には日本の場合ですと旧来の電力とそれから新しい電力がありましてこの2つも全く同じ名前でありながら全く異なったスポーツです。ということは、まあ、この話の中で一つだけ覚えて考え覚えて書いていただきたいのは再生可能エネルギーを導入したいのかどうかとそしてそうであったならばその次世代へのその独占企業になりたいのかどうかということを ことをお伺いたいと思いますまあ私のまあ背景についてお話しますが20年以上エネルギーセクターにいましたまた MIT では6年間で太陽光発電を日本に導入するということについて研究してまいりましたどうして日本の人がこのまあ太陽光発電の電力を買うだろうかということを研究してまいりましたそして我々の会社では約2万5千のお客様を持っております まして、まあいずれも太陽光発電に従事している企業であります。そういったところにコンサルティングをしています。今日の日本ではその電力の1%しか太陽光発電によって供給をされておりません。しかし、またの国を見れば、例えばギリシャ、ドイツ、イタリアなどでは5%以上のこの電力消費の部分の 電電力消費のの以上をこの方は太陽光発電から得ておりますただこれはあそこのスポーツことになったスポーツだということで太陽光発電でもいろいろと問題がありますではその5%に到達したということでありますけれども私がこの話を6年前に話をしていたとしましたら同じデータを提示していたでしょうただ6年前でしたらそれが予測という形でありました。どういった 実は非常に小規模なソーランの市場から始まり非常に大きく発展しましたけれどもそれがこの破壊されておりますイタリアでもそしてまたギリシャでも同じですいずれもこの電力消費の5%に達したところにこのようにこの破綻しておりますですのでこのスポーツに従事しているものにとってこの点を非常に気をつけなければならないところでありますではドイツの例でありますけれれどもこれが、まあ 従来のまあ形でえまあどのように発展してきたかということを見てまいります。まあ何十年にもわたってこのようにこのを成長してきたわけでありますが、2000年代の終わりになりますとえそれが横ばいになりえそしてまた減少に転じておりますしえまたこれからもさらに電力消費量は減っていくだろうということが考えられますえそして需要はあこの縮小しているんですけれども電力の供給は この上がっているということで、卸り価格がまたこのドイツ電もまあどんどん下がってきております。2015年、2016年の電力に対する価格でありますけれども、これが約この50%ほど下がっていると下落していると、例えば100ユーロから50ユーロまでに下がってきているということであります。これは6 7年前と異なっておりますが、その結果としてどうなったかということでありますが、このようにヘボリュー が剥落している卸価格が減少しているそして小売価格の増加が限られているけれどもコストが増加しているということは、まあ、ここはリスクが拡大しているということになりますですけれども我々は、まあ、きちっと照明も欲しい紙幣冷蔵庫も欲しいということで電力は必要でありますけれどもリスクを抱えた企業はその結果としてクラッシュしているということが言えます。まあ、ここに今いくつも このファク甘い、まあ、要素があると言えるかもしれませんけれどもこれは一つには分散型のエネルギーがいろいろと問題を起きたしたということも言えるかと思います。で今度、まあ、今市場の方で見てまいりましたけれどもこのようにあ格付けに対しても影響が出てきております。で、まあ、ここのその格付けの値を見ていただきますと、まあ、詳細について申し上げま ませんけれども、これは世界中同じです。太陽光発電円がこの方拡大すると、その中で国格付け円がこの方下がっていくといったようなトレンドが生み出れるわけであります。まあそのようなことがドイツで起きてきたわけですけれども、では日本ではどうなのかということです。私が日本に来たのは1996年でありました。そして2001年、2002年頃に実際のその電力接 を勉強するようになれたわけでありました、まあマーティンの先生がその当時、まあ、私にいろいろ教えてくださったわけでありますけれども今私は日本における太陽光発電の導入について見てまいりましたシステムは素晴らしいと日本のその太陽光発電の政策を作った方々、まあ、素晴らしいことをやってまいりました2007年では10億ドルの売り上げそれが昨年では この方がに。えー 拡大し、ええ、まあ2014年には8億ドルになると考えております。ええということは、今年皆さん一人当たり、国民一人当たり1220ドルを、ええ、この太陽光発電に投資していくということになります。ええ、また日本のその事業者、太陽光発電の事業者であります。ええ、で、まあ我々のそのコンサルティングのお客様はすべて、ええ、まあこういったような太陽光発電の会社でありまして、ええ、特に 大手のところは約まあこの40億から80億ぐらいまでこの売上をまあ拡大していきまたこの周壁も上げているといったようなところまで発展してきておりますまあこれらの企業についてはまああのどお話をいたしましいたしますけれどもまあ彼らはまあ間違ったスポーツをやっていると言えるかと思います。で日本におけるソーラーパワーのシステムは非常に高価だと思われるかもしれません。え3ドル 42セントということでありますので、まあこれは何百部門のその設置事業者のお話を伺ってこの導き出した価格であります。日本におけるこの太陽光システムの価格というのをカリフォルニアですとかニューヨークアリゾナのまあそちゅう節でアメリカですとか、まあ世界の多くの国よりは実際にシステム価格は低いんです。まあドイツほどではありませんけれども、でそれの内訳を見てみます。 と驚くべきことがありますこれはソーラーパワーの中で最も驚くべき統計だったんですけれどもここではそのソフトのコストつまりお客様を獲得してシステム設計をしてこのハードウェアを取得してファイナンスを得て契約をするといったこのソフトコストこれが終わったあたり30% でできと出ててきいうことはシステムコストの10%以下でそのソフトコストを賄っているということでありますしこれはもう驚くべき小さなあるいは低いこのコストであるわけです。 ただ、まあそこで、まあ実際に、この、ーあー,ケーが使われてないのは、その部材コスト、ハードウェアのコストが非常に高いということであります。えつまり、日本においては、そのハードウェアのコストが非常に高い。しかも、そこだけの投資をしても、まあなかなか、多くのメリットを得られてない。この、マあ、強セロですとか、タッといったような、まあ多くの、ッあ、企業は、ここに多くの、その、 注い込んでおりますでこのこれを設置事業者というのはこれを設置するとそれによって大手のサプライヤーは多くの収入を得られるわけですけれどもじゃあ今度その中国の事業者がここに参入したらどうなるんでしょうかと今のところはその設置施工事業者というのは はあ二十から二十五パーセントのこの営業利益を得られるということで、まあかなり良いビジネスにはなっているわけなんです。でこれは私が実際に六百名以上本のこの電機工事あるいは施工業者と話をして結果得られたことですけれども、えまあおそらく日本の旧来の電力会社は破綻するか国営化されるであろうという無投資を彼らは持っています。えまた日本の太陽発 メーカーはエンドユーザーあるいはそ施工業者が持つニーズの革新を理解してはいないということですだからこそ彼らは中国製に平面を向けるようになっているわけですまたこのエンドユーザーに対して何が重要であるかということをサプライヤーは理解していないとそしてそれを高い価格で非常に大きな蓄電池のユニットを付けて売っているという問題もあります あります ねこういったあその電気工事えませ工業者あというのはあまあおそらくまあ今後この太陽光発電の市場はえ2、3年のうちに急落するであろうと彼らは予測をしておりますえこれはまあ安い中国製が入ってくるからでありますうもちろんそのソーラーはこれからも伸びていくでしょうえそして電力まあ消費量の5%に達するというのは2017年18年でしょうですけど。 それれもこれはイタリアですとかドイツと同じようにこの市場はきっとまた下落していくであろうということが言えます。これは 中央集中型の旧来の電力会社が、まあ、それはこれらの他の国と同じように破綻していくであろうということが言えます。まあ、今後、もちろん、まだこの市場は拡大し続けます。しかしながら、その価格は今後、おそらく50%ぐらい下落するであろう。まあ、卸売価格が50%ぐらいこの落ちるであろうということを言っております。で日本の重大電力 電力会社をいた今までのそのドイツあるいはその他のヨーロッパの企業と同じような道をたどるんであろうかということを考えなければなりません。で我々がまあ今見ている太陽光発電の市場でありますけれども、まあそれが今では約280億ドルの市場でありますが、これがまあ数年後には半分になるとあるいはそれ以下に下がっていく。 であろうと考えております。で、まあ、他の市場と同じように、ある一定の段階まで達すると、それが破綻するであろうということがやると思います。で、他の市場から学んできたことでありますけれども、この市場では多くの太陽光発電システムが導入されております。まこれはまどこの市場を見ても同じですが、当初はまあ制約期があります。え、そして爆発的に急成長をする。 ですがその後え放、ー、棄を得てそしてそのクラッシュをするということになります。えー、それでそれのそのシステムに、えー、提供されていたメリットというものがあまたなくなるということで速球機というふうに呼、えー、んでいるわけであります。まあこれは他の市場と全く同じであります。でこれをフットボールで勝利をまあ勝ち得るのかと、えー、それが旧来型のフットボールか新しいフットボールであるかということです。 が、まあ、勝利をするために多くの障壁を乗り換えていかなければなりません。そのためにはまず問題に立ち向かうということが必要になります。まあ今までの電力会社はまあこれからの問題をまあ本当に解決していこうということはまあできないでしょう。分散型のインフラなどをその有するということはまあ求められているけれども彼らはできないでしょう。まあドイツでもイタリアでもそうですけれどもまあこう。 旧来の電力会社にはそれができないそして、新規参入の企業の場合には、じゃどうやったら、その中で新たな、そのエンパイア、帝国、あるいは、その独占企業を構築できるのかということを考えるわけですけれども、そのためには、7つのステップが必要だというふうに考えております。これについて今日は話をすることはできませんけれども、一、ま、つを考えていただきたいのは、ソーラーパワーを考えて 考えている例えばその化学会社派ですと、えー、まあこのキロあたりのドルですとかワットあたりのドルといったような計算の仕方をすると思いますあるいはキロワット時あたりのドルといったような考え方をされると思いますけれどもこういったようなその測定方法ではその勝者を予測あるいは予言することはできません。単一のの要素として考えなけなけければいいはファイナン,シングの ゲームであるとえ、ということで、え、まあ、その新鮮エネルギー財団ができることとしては三つあると思います。まず、影響を数値化するということであります。え、これは、その再エネだけではありません。え、この大きい意味での、その電力セクターでの影響を数値化するということが必要であります。え、また、次回のこの会議では、ぜひともエネルギー 融資あるいはエネルギー、ファイナンスの、まあ方々にぜひとも、まあこの場に出席していただきたいと思います。日本で見られているパターンというものがあります。そこで、学んだことをぜひとも今度は、まあ海外にも伝えていただきたいと。そのパターンを共有していただきたいと思います。まあ今までの、形での、まあフットボールをやっていたとします。そのフットボールを蹴っ飛ばして、それが頭にぶつ。 顔にぶつからないと思ったら決してそうではありません。えー、まだまだこれからあまあそういった打撃を受けるということになるわけでありますので、えー、まあそのために戦っていただきたいということであります。ご清聴ありがとうございました。プロさんありがとうございました。まああの今までの先行した国を見るとですね、まあ 5%8% ぐらいに行った後に市場がこう少し停滞をしてくるということがあると。でまあ日本もこの前とそういうケースがあるということなんですけども、今日午前中のセッションでも。 何の方がおっしゃったように日本はの再生可能エネの後進国になってしまったんですが後進国のいいところというのは先の事例を学べるということなのでぜひそ,のそうした例に並ばずにあの再生可能エネの太陽光発電の普及を続けていくために何が必要かというあたりはあの最後の議論の中ではその日本の状況日本のが抱えている制度会見について最後。 f1 速、えー、の高橋さんの方かがしたいと思いますはいえー、っとですね高橋でございますあのおかげさまで私自然財団の国際会議にはよく登壇させていただいているんですけれども、まあ、だいたいいつもパターンは同じでありましてあのまあ、普通に日本にいればお会いできないような あの、海外の専門家をたくさん連れてこられて、朝からこれでもかというぐらいですね、海外の事例を見せていただいて、逆にそれは日本がいかに遅れているのかということをまあ感じさせるような内容でもあるわけですが、 じゃあ、最後の部分で、ちょっとじゃあ日本人どうするんだよというのをまとめろというのが、大体私の役割というふうになっておりまして、あの、今回もそのつもりでお話をしたいと思っています。あの、お題はですね、ディストリビューティッド・ジェネレーションズ、分散型電源が増えてきていますよと。 特に欧州なんかはそうなわけですがあ、そういう場合に電力システムをどうすべきかということなわけです。で、これまでにも様々な議論が今日なされてきたわけなんですが、あ私なりにですね、えー、こういうことなんじゃないかというのを、この1枚のですね、スライドにまとめてみました。 あのエレクトリシティシステム電力システムを考えればに2つ私はキーとなるファクターがあると思っています一つはネットワークですネットワークをいかに効果的に使うのかということそれがこの縦の青い軸で表していますもう一つはマーケットです 電力は取引されるわけですから、マーケットのまあ役割、マーケットの力をどう使うのかというのが、この赤の横の軸で表しているわけです。で、まあ、今、日本でおなじみの電力システムというのは、この第三小原にある システムでありまして、まあ、あまあ、先ほどからもですね、えー、英語でバーティカリインテグレーテとか、バーティカリインテグレーションとかいう言葉が飛び交っているわけですが、まあ、日本的に言えば、まあ、垂直統合、あるいはまあ、日本では発想一貫といったようなあ表現もあるわけでありまして、えー、基本的にはあ、これはモノポリですから、モノポリということは、あ市場の力は使いませんということなわけです。で、もう一つネットワークの方で見ますと、おもちろん行きない ではネットワークの力は使うわけなんですがを地域を超えたネットワークの力ってのは基本的にはまあ使えませんと地域の中で自給自足をしましょうというのがこのまあ垂直統合型の仕組みであったとでこれは何も私は一方的に批判をしているわけではなくて世界あまねくこれが最も効果的であった時代もあったわけです。 しかしながら90年代にですね、まあ、アメリカとかヨーロッパでいわゆる電力自由化が始まったわけですねそれは基本的にはマーケットの力を使うことによって、まあ、競争すれば電気料金下がるだろうという非常にシンプルな考え方であったとそういう意味においてこの右の方ですね第4象限の方に今移行したのかなとでその際にじゃあネットワークはどうだったんだというと当然競争をするためには先ほどからも 議論が出ている通り送電網を競争的なプレイヤーが使えるようにしなければいけないという意味においてですね、えーまあ、公正な電力網の開放というところは確保されたわけですけれども必ずしも自由化そのものがもっとネットワークを広いエリアで使いましょうという話までは言ってなかったのではないかというのが私の認識です。 ところがですね、えー、同じ頃90年代はですね、先ほどから出てるデンマークですとか、あ再生可能エネルギー、変動電源がこうどん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 入っていくという時期とも一致したと。 いうことが非常に面白い事象だったわけでそうなった場合にはまさにデンマークが30%の電気を輸出してほぼ同じ量を輸入しているということにですね象徴的に表されているようにやっぱりネットワークの力をもっと使わないといけないんだという方面にですね上の方に行ったんではないかということです。 ここに来てですね、送電網に対して再エネを優先的に入れなければいけないという役割が加わりそしてもちろんそれは地域はもちろん国境を越えて広いエリアでオペレーションをしてくださいと。 いう任務が付加されるようになったということなんですね。ただ、他方ですね、フィードインタリフ、いろいろとまあ問題もあるということも先ほどから議論されていました。必ずしも市場原理に基づいた制度ではないということは皆さんもご理解の通りなわけです。まあ、送電会社がですね、必ず買い取りをしなきゃならない。 っていうのは点滅とか、まあ、固定価格で買い取るっていうのは必ずしもマーケットのメカニズムをですね、えー、完全に生かしたものではないと。で、これは別に批判をしているわけではなくて、えー、再生可能エネルギーというですね、不確実な電源を入れるためには、あ当然必要な制度であったからあ、フィードインタリフっていうものがあ、まあ、使われてきたと。ただ、 フィードインタリフが成功してですね、再生可能エネルギーがまあ20%とか30%とか、キロワットベースで言えばもう50%とかいうレベルまで入ってくるようになると、もうちょっと新しいことをしないといけないんじゃないか。それが、まあ、こちらの第一証言ということで、まあ、今回英語でですね、スマーターネットワークシステムというふうに私は表現をしておりますけども、以前から私は自立分散型っていうような言葉をよく言ってきたわけですが、ネットワークは当然これはまあ使えますよと。 ただし、さらに広げないといけない。まあ、今日も先ほどお昼の時に議論をしたんですが、例えば今ヨーロッパでは国家単位で送電会社っていうのがあるんですけれども、それが国家を超えて、国境を超えて、統合をするようなことも今後必要なんじゃないかってうこともあるわけです、えー。もう一個重要なのはやはりマーケットの力をもう一回再生可能エネルギーを含めて使わなければいけないんじゃないか。 っていうことでありまして、えー、まあ今、ヨーロッパに大きく三つ、電力の取引市場があるわけですが、それの間の統合を進めていくっていう話だとか、あるいは、キャパシティマーケットですね、えー、キロワットアワーで取引していたものをですね、キロワット、キロワットの価値でも取引できるようにしようっていうの話ですとか、あるいは、先ほどから出てるデマンドレスポンス、消費側の行動をですね、マーケットの中に取り込んで、えー、変動、電源対策ができないかとか、まあこういうことを 今ヨーロッパあるいはアメリカの一部の方々というのは真剣にこう悩んでいらっしゃるということなわけです。まあ、ここまでが全体世界全体の電力システムに関する話なわけですが、まあ、我々は今ここにいるわけであって、えー、さあどうしようかという状況にあるわけです。 で日本はこれまで安定供給のために先ほどのバーティカリーインテグレートなシステムでよかったんだということだったわけですが皆さんご承知の通り311の後にですね大停電が起きてしまったとあれとこれまでの垂直統合の仕組みっていうのは安定供給に本当に資していたんだろうかという疑問が湧いたわけです例えば第一にはですね変動電源あの分散型電源があまりにも少なかったのではないかと。 要するに原発が止まっただけではなくて太平洋側にたくさん並んでいた大規模火力発電所が軒並みにこう止まってしまったから停電が避けられなかったと。 ということは、分散型電源をですね、一つ一つが小さい分散型電源を様々な地域をネットワークで繋いだ方がシステムとしてはロバストなんではないかといったようなことがですね、一つ言われるようになったわけです。で、二つ目が、あまあ、地域間の連携ということですね。電力もですね、鉄道とか車と同じであって、当然いろんな地域を自由に動き回った方が、あ当然経済効率性は高まるはずだ。 というですね、の当たり前のことを我々はまあ気づかされてしまったわけですね。えー、西にはたくさんあ電気が余っていたにもかかわらず、東にはあ十分送れなかったということなわけですから、あのー、 このお、まあ、図がです、ね、皆さんもご存じだと思いますけどもお、まあ、例えば東西が細いとか北本連携線が細いだとかあるいはいやいやその細い細いっていうけども細い連携線すら実は使われてなかったんではないかとかですね、まあ、そういうことが一生懸命言われるようになったわけであります三つ目があじゃあどうしても供給が足りないんだったら、まあ、需要をなんとかするしかないとだから計画停電とかですね 非常にに、まあ、柔軟性に乏しいことをです、ねえー、我々は経験をしたわけなんですがいやいやとおかしいだろうと供給が足りなければあ価格を上げれば ある程度需要は減るはずだと。いう極めて当然のことをもってやるべきではないか。特に今最近であればですね、IT の力を使ってもっとスマートにデマンドレスポンスとかができるんではないか。まあ、こういうことが実際日本で震災の後に議論をされてですね、政府の審議会においてもようやく電力システム改革というものが、あまあこのようにですね、工程表になってきたと。 で、第1段階としてですねこれ去年もう法律の改正が終わりましたけれども広域の系統運用をする機関を作りましょうという話ですとかあるいは今年に行われる法改正によってですね2年後には ああ、いわゆる小売りの全面自由化をしましょうという小売り部門の話。あるいはあ、来年の法改正になりますけれども、ここですね、2018年から2020年にかけて、いわゆる法的分離をしましょうというようなことが、まあ決まってきていると。じゃあ、本当にこれでうまくいくんでしょうか ということを我々日本人というものはこれからですね、真剣に考えていかなければならないわけです。で、残りの時間でですね、じゃあ今日、そのネットワークとですね、マーケットというものが今後の電力システムのポイントだということですので、そのネットワークについてまずここで考えてみたいと思っています。 鍵は当然発送電分離なわけなんですけれども日本が発送電分離を考える際にはですね2つ大きな、まあ、選択肢があるということをですね認識しておく必要があると思います一つはこちらの動きですこれヨーロッパの国々の動きなんですが発送電分離送電網の中立化を目指すっていうのが発送電分離の基本的な考え方なんですがヨーロッパ人はですねオーナーシップが大事だと いう,ふうに考えたわけですね送電網の所有者がです、ね、発,発,電発電設備の所有者と分かれていなければあ公正な開放というのは実現されないではないかと。 なので、オーナーシップを分けるってことが大事だっていうのが、いわゆる TSO の考え方であって、えー、まあ、UK とかですね、スペイン、それからドイツの多くのケース、ノルディック、この辺では大体 TSO を作った、独立した送電会社を作った。で、一つの、こう、まあ、コンプロマイズですね、妥協的な選択肢として ITO というものがありまして、えー、まあ、オーナーシップを完全に分けてしまうのは、やや、あの、ラジカルすぎるので、えー、ホールディングカンパニーを作ってですね、あの 会会社社ととしてて送電会社を分けてくださいとこれがまあいわゆる法的分離ということで、まあ、フランスなんかがその代表例なわけなんですが、まあ、日本もこっちですね法的分離の方をすると。 いうことが決まっているわけです。他方、アメリカ人はちょっと考え方が違ったんですね。確かに、えー、中立化は大事だけども、オーナーシップにあまりこだわりすぎるよりも、オペレーション、系統運用の権利を取り上げてしまえばいいんではないかということをアメリカ人は考えたわけであって、それが、まあ、いわゆる ISO ということで、まあ、カリフォルニアでは、総年会社 送電網をですね、今でも電力さんが所有してるわけですが、あ系統運用は独立したあインディペンデントシステムオペレーターがやっていくよと。で、これのいいところは、 あまあオペレーションは分けるんだけれどもさらに広域化にとって都合がいいっていうのがこれがこの ISO のメリットなんだと思っています、まあ、その典型例が PGM のような RTO であって州を超えてのです、ね、広域運用をするときには確かに ISORTO っていうのは比較的融通性があるということがまあアメリカの方法だったと。 ということなので、日本はとりあえずここに行くことは決まったんだけども、プラスやっぱり広域性もですね、確保しないと。単に法的分離をして銃の、まあ、送電会社ができてしまっただけではですね、広域化が確保されませんので、なんとかこっちの方に行かなければいけないと。 でそこで重要になってくるのがまあ o c なわけです、まあ、広域系統運用機関あるいは広域的運営推進機関あという呼び名がされているわけなんですが、まあ、法的分離をするとですね電力会社さんはこういう形にこうなるわけなんですがあ先ほど申し上げましたようにそのグリッドの会社がたくさんできて,できてしまいますのでそれを横につなぐオクトを作りましょうと。 ただ、これがですね、推進機関なわけでありまして、どれぐらい本当に強い、まあ,あ、広域的な推進をしてくれるのかというところがポイントだと思っています。もう一つのポイントがマーケットなわけですね。 で、これまで、現状も日本はですね、まあ、ほとんどマーケットが機能していない国だと。まあ、スポットマーケット、一応 JEPX というのがありますけれども、これのシェアというものはですね、取引量というのは1%、全需要の1%を切っているぐらいでありまして、まあ、基本的には電力会社のですね、が独占契約、長期契約でもってですね、やっていると。 で、需給バランス、キロワットの方についてもですね、これは安定供給義務があるから、当然やるんだということなわけです。じゃあ今後、まあ欧州なんかの事例を見てもですね、どうなっていくのか、スポットマーケットはもちろん規模を拡大をしなければいけないし、 さらに、フューチャーですね、先物取引っていうものも当然やらないと、そういう変動性、リスクっていうのを取っていけない、さらに重要になってくるのは、このキロワットの方のバランシングの方でありまして、まあ、日本は今、バランシングマーケットそのものが存在しないわけなんですけども、まあ、これも作らなければいけないし、さらには、キャパシティのマーケット、キロワットのマーケットでいうのも作っていかなきゃならない、でそういう中に、例えば日本は、まああの、用水がたくさんあるわけですから、 そういうものをうまく込め込んだりだとかあるいはデマンドレスポンスというものを得てこないといかなければいけないと、まあ、そういう課題を持っているわけです。 ということで、これが最後のページなわけでありまして、まあ、これから日本は分散型電源が増えていく、あるいは分散化していくということを考えて、これからさまざまなことをやっていかなければいけない。例えば、先ほどのオクトなんですけれども、本当に十分な権限が与えられているのか、単なる推進機関、調整機関で止まってしまっては困るわけであって、そういうことを考えなければいけない。あるいは、法的分離についても、ですね、法的分離だけでは不十分 であるというのがまあ欧州の一般的な考え方であって、いかに例えば広域規制をしっかり入れるのか、あるいはオーナーシップアンバンドリングですね、所有権分離の方までいかに踏み込んでいけるのかということも考えていかなければいけない、あるいはパワーマーケットを、取引市場についても、ですねいかに拡大、量的に拡大させるのか、あるいは質的にも、ですキ、ね、ャパシティマーケットというものをいかに制度設計していくのか、でこれらをやっていく上においても、ですねこのインディペンデントレギュレーターが存在しない ということが極めて大きな問題点でありましてまあ来年一応できるということは決まっているわけですけれどもまだまだ詳細が見えてこないということもありますのでこういうところもぜひですね世界の経験に学んで我々はより良い分散型の仕組み新たなシステムを作っていくということを認識する必要があるというわけです以上ご清聴ありがとうございました高橋さんどうもありがとうございましたあの世界の 電力制度改革の見取り図をこう書いていただきまして、まあ、その中で日本がどんなふうな位置にあるかということをあの分かりやすく説明していただきたいと思いますでさて、それでまあいろんな論点が出ましてです、ね、それぞれ一つずつあのこ含まれていきたいんですが、えー、残念ながらそんなにあの全部の論点を扱う時間はないので、えー、一つの点に絞ってですねお話をあの順次またお聞きしたいと思いますであの今日先ほどもあの午前中のセッションの最後にあの大林の方から申し上げましたけどもあの LE 基本計画のまあ案がですね今日 閣、まあえー、議でこう議論になって一点放課出されるという話が出ています。で、これについてはまあ1万9000件のコマントが出てですね、もっとやはり再生可能エネルギーをあの伸ばしていく方向にいくべきだといろんな議論が出てるんですけれども、どうも新聞報道などで聞く限りは、あまりその今までの旧来のエネルギー政策から、政策からどうも大転換するという方向には、残念ながらでもなりそうもないんじゃないかという、まあ、危惧もあるわけですね。まあ そうならないようにこれからも頑張ってこういろんな政策提言をしていくとか活動をしていくんですがちょっとここで仮定をしましてですねその政府の政策が中央政府の政策が必ずしもその再生可能エネルギーや分散型エネルギーを推進していくというエネルギー転換の誇りにならなかったとしてという悲観的な想定をしましてですね政府の政策が必ずしもそういう政策転換の誇りに向かなかったとしてじゃあその時に我々は一体何ができるんだろうかと。 ビジネスセクターであったり、あるいはそのローカルコミュニティであったり、どんなふうなことをして、実際にあのエネルギー政策をやっていくことができるんだろうかというあたりの、それ辺のへん、ね、の、えー、知見、過去の経験などをお話しいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか、えー、よろしくおれば、じゃす。エレックさんからよろしいですか。ありがとうございます。 私の方から2点ほど申し上げたいいと思います。まず最初に、まあ、分散化エネルギーが高すぎると値段が高すぎるコスト面の問題があるということに関してですがキロワット時の電力の価値を日中で見てみますとそのキロワット時の価値というのは非常に高い可能性があるわけです。ピークデマンドのの、時間ですから、これは米国の 電力グリードにおいてそのキロワット時は1ドルぐらいになる可能性があります100円相当になる可能性があるわけであります通常のキロワット時であれば10セントですとか15セントぐらいに相当するかと思いますそういった中で分散化エネルギーとそして太陽光のエネルギーが非常に高い価値を提供するわけですパワーグリードに対して社会に対しても非常に大きなメリットを提供するわけですピーク時において可能となるわけでありますですから社会的な側面から考えますと非常に 効率性ももも高い経済的にに非常にメリットがああるものでありますしかしユーティリティの面からはそうではないわけですレベニューが失われるわけですから自分たちで屋根でこの発電がされてしまっているそういった中で電力会社はこの電子網といったような固定資産に対しての収益が上がらないという問題が出てくるわけでその辺はユーティリティの利点そしてまた固定資産がある中で何が彼らにとってのメリットなのか社会にとって効率性のあるシステムのメリットは何なのか。 その価値をどうううままく模索でできるかということではないかととといいいこはな思す第2点といたしましてはやはりこのさまざまな自治体そしてコミュニティの役割について、まあ、再生可能エネルギーそして分散化されたエネルギーのソリューションに何ができるかということでありますが何百もの都市が世界中にありますそしてアクティブポリシーを持っているインセンティブジャープログラムを地元の再生可能エネルギーのプログラムと展開をしているわけであります世界各国を見てみますと米国ヨーロッパにおきまして多くの都市 でやっています。1600ぐらいの都市におきまして、まあこの EU の市長会のところでいろいろなことがなされています。ですから太陽光の PB あるいは 太陽光の熱供給というものが特定の建物の屋上に設けられることが必要になっています。ということでグリーンパワーの購買というものが促進されているわけであります。ラベリーがついている再生可能エネルギーからのものそしてまた都市の投資そして一般のそして公共の建物の屋上におきましては p b が必要であるということでファイナンシングなども見られているバークレー米国のカルプロにおきましても一連のこの 地域の再建というものが設けられております。ということでそれが、えー、消費者に対してのファイナンシングになるわけでありますということで分散化所有者が提供できるわけであります公共債ということでさまざまな税金を返して提供できるということで革新的なプログラムとなっているわけでであります。ここれれはいろなところで使われている概念であります。 いろんな都市にはターゲットがあります再生可能エネルギーの割合とかどれぐらいの口をスエアメーターあたりどうするかとかいろいろな投資のパターンというものがあるわけでありますでいろいろな政策プログラムがあるそしてまた民間部門の活動の促進を促すとかいろいろなことがなされています日本の都市も非常に先進的にいろいろなことを各10年間やってきております非常に大きなイノベーションが地元レベルで提供されています えそしてより分散さ分散化されてエネルギーが進んでいると言えると思います。お確かに最近えと一週間ぐらい前の新聞朝日新聞だったですかね、あ報道がありましたけども、三点一一降確か三十四ぐらいの、えー、都道府県が新しくその、えー、再生からの導入の目標を高めたとかですね、そういうふうな報道もありました。またあの我々自然財団とまあ応募やけを結んで一緒にの協力をしているんですけども、例えば自然エネルギーの 都道府県の協議会というのもあったりしてですね大都市の協議会もあっていろんな取り組みが進んでおりますえー、とそれではあのブルブルントさん先ほどもちょっとあの水軸統合システムの中で分散型が進んできたんだという,う話もございましたけれどもあのどんなふうにデンマークではあのやられてこられたかお話いただけますでしょうかはい、はい、ありがとうございますデンマークのシステム先ほど申し上げましたように統合化された形で進んでいますええー、そして 全てボトムアップという形で進んでいるわけであります。今週あオーナーシップという形をとっています。で、政府と電力会社は合意したわけであります。で、特定の金額をキロワット時に対して提供すると、まあ、マーチャルコストがまずあって、そしてそれを計算したわけです。そして私もその計算段階で参加し,しました。で、このあと、 速やかにまあ展開できるもの、日本でも明日からできることではないかと思います。分散化されたユニットというのは、マーチャラルコストプライシングシステムで採用するというものであります。で、これは何なのか、正確に算出できるものとなっています。ですから、技術的に可能であると思います。ですから、 独立的な TSO を待たなくてもいいわけであります。非常に、まあ、TSO も大事だと思いますけれども、その設立まで待つ必要はないと思います。一つのルールという形で展開すればできると思います。独立した生産さであれば、現在のプライシングシステムを見るということはで,できると思います。もう一つよろしいでしょうか。なぜ私どもは英語の 大きな電量会社の損失について、なぜ考えるのかなぜその何か、まあ、今まで利益がたくさんあったわけでありますということで別のドイツの発電会社、えー、私も株主、まあ、年金制度で間接的にシェアホルダーであったわけですけど長い間この株主の価値を上げていたわけですその時には誰もお話をしなかったわけです。ですからこの 価値を一般の方に変換す変還元すべきだという話はなかったわけであります。で状況が変わると突然その,その株主の損失について対応しなくてはならないというあるわけ一部利益がある一部損があるまあ市場においてはそうなってくるというふうに思います。ただまず第1点として第3点ですね。 もう一つ重要な点としては地元のイニシアテ,ティブが必要になってくると思いますその地域のコンシューマーに対して分散化産エネルギーのオーナーシップを持たせることは大事であるというふうに考えます。 ですから、それを受け入れるだけるではなく、インセンティブがあるということで変わってくると思います。それは特に大事ではないかと思います。ただ、受けるということではなく、参加するということが大事ではないかというふうに考えます。そして、自分たちが開発しているんだと、これがデンマークの展開において重要な要素であります。ですから、地元のオーナーシップ、ローカルオーナーシップが、ローカルインセンティブがとても大切でした。まあ他にもたくさんあるんですけど、ちょっと時間がないので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。一つお聞かします。ローカルオーナーシップというおっしゃいましたけれども、それは、あの えっと地域の,あの住民の方が持っている、それとも自治体が持っていらっしゃる、どんな形なんでしょうか、もうちょっとそのローカルオーナーシップというのの中身を具体的に私が住んでおります都市オルボーグですけれども、2万人の住民がおります、えー、公営電力がございます。 今現在はその電力会社を買収しようかということも考えているわけであります。こういうような小さな電力会社ですけれども。まあ、例えば、例えば、千人の住民がいる町と。いうことであれば、その消費者が住民たちが出資して所有しているということであります。そういうようなことが知られているわけであります。 でですので毎年その総会をしてでそこで決めてえそして出資をするとかそしてどういう運営の方法そしてそれ以降はその運営の方法につきましてもそのえ全員で決めてそしてそれで運営がなされるということであります。 でですの風力につきましても風車についても購入をしてそして上について全員で決めるとそういうような組合が設立されるわけであります,ですのであんまり時間がございませんので残念ながら詳しくはその説明できないですけれどもありがとうございましたあの日本でもあのコミュニティパワーの運動というのが広がってきていますけども,もっともっとその全面的に展開されていると、まあ、そんなにイメージなのかなと思いましたじゃあログノスさんあのビジネスのサイドからあのビジネスサイドでどんなふうな エネルギー大転換のイ技術点は取れるのかというあたりについて、もう少しお話しをいただきたいと思いますビジネスということであれば、まあ、金融面、ファイナンスの面からもう少しお話ししていきたいと思います。日本本におけます資本です資でで、こののこ例えば、 えー、10億程度そのドルで、えー、その投資がなされるい,いくということであれば素晴らしいと思うわけでありますですのでそれを保護しなければなりませんその資金というものはその東京とか大都市で支出されているわけではありませんもっと地方で 地域でその支出されているわけであります。とてもローカルなわけであります。ですので、まず第一にシンプルな構成ということになります。ですので、今あげて、ありますと、固定価格買取制度というようなシンプルな、そういうストラクチャーで、その、そのローカルで行うべきであります。j r f としても、財団としてもこういうことを進めるべきだと思います。ですので、シンプルな、その、その、金融の、ストラクチャーを持って、 そして、地域地域で雇用を創出するために、投資がなされていくということをしなければならないと思うわけであります。ですので、持続可能にするためには、この、需要化。 まあ世帯の消費者がそのちょっとプラスアルファで電力料金を払うということでありますもちろんその屋根の上にパネルを設置するとかあるいは蓄電池をちょっとつけるというようなこと追加的なコストは若干あるかもしれませんそれからその フィードソックを作っているところであれば、そこにもそのパネルを設置するとか、そういうことで、その自らの工場のための電力を発電するということであります。ですので、もちろんその日本におけますフィットによりまして、リスクはある程度払拭することができたわけであります。経営がすることができたわけであります。ですので、ローリスクの金融の制度と、 いうものを、そのローカルで行っていくということであります。そしてフェアな価格をつけるということであります。ですので、サプライチェーンの中におきましてリスクがあまり入らないようにするということが重要であります。ありがとうございました。えっ、ー、と、また、あの高橋さんに最後に振って、またさっきのお話のように、あの、最後にまとめてくれというのは。いつものパターンだというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、え、今あとのお話を聞いてですね。まあ、日本で。 もちろん政策の転換も図っていくわけですが同時にあの地域からあるいは企業として、まあ、どんなふうにやっていくべきなのか高橋さんの。 ていいいただければとと思まますかはい、じゃあまとめま政府の大きな方向性と、まあ、国民の多数派が考える方向性とが違うということはこれは別に往々にしてあることなわけでありましてもちろんそれを政治的政策的に変えさせるというのも、まあ、一つの手だわけですけれども、まあ、それがなかなか難しいとなればこれはやはり。そのまあ これまで主役でなかったプレイヤーが頑張って、えー、実績を作っていくということなんだと思うんですよねで。今もいろんなご意見をいただいてきたわけなんですが、一つのですね、えーまあ、これまで主役じゃなかったプレイヤーっていうのは、例えば、まあ、電力ビジネス、エネルギービジネスをやってなかったような新規参入者がですね、例えば再エネ事業にどんどん入ってきて、 頑張るというその再エネがこれだけ入ったんだと入れ,る入れられるんだとあるいは投資するんだというようなこう実績を作っていくというのはこれ一つだと思うんですよねでもう一つが、まあ、自治体という話もさっきありましたやっぱり、まあ、もう長らく日本では、まあ、地域文献地域分権とか文献化とかもう,もう20年ぐらい言われていますよね <laughs> でも全然こう実現していないわけでありましてそういう意味においてはこの、まあ、エネルギーシフトというようなことっていうのはまさに地域文献の 題としては極めて親和性の高い話だと思うんですねあのコミュニティパワーっていうな話もありました長野県の飯田市なんかも有名なわけなんですけれども例えば公的施設の屋根貸しですよね通常は20年間あの公的施設の屋根は貸すことができない目的外しようということできないことになっているんですけれども、まあ、市長の英断もあって20年間市が公的施設の屋根を貸しますよというようなことをやってらっしゃるあるいは再エネ条例 なものをを条例を制定してですねそういうコミュニティパワーを支援するといったようなことをやってらっしゃるですので自治体というものがこれまで必ずしも主役じゃなかった自治体というものがエネルギー分野で頑張るこれが2つ目ですねでもう1個まだあまり意見が出てないのが消費者だと思いますね我々、まあ、企業も含めてです、ね、消費してる側がもっともっとできることがあるんではないかっていうのがこれ3つ目のポイントだと思っていまして例えば、まあ、2年後に小売全面自由化がされ はずなわけですから当然その際我々はあ消費者はあ電力会社をあるいは電源を選べるようになる。 はずなわけですから、そういうところで意見を表明する。あるいは、デマンドレスポンスなんていうのも非常に重要なポイントでありまして、そういう新しい料金メニューとかを提供してくれるような、新しい、例えば小売りの会社のですね、サービスを受ける。あるいは、まあ、コミュニティパワー、再エネファンドっていうのも最近流行ってきてるわけなんですけども、そういうところにですね、我々市民が、消費者が投資をすると、いったようなことで、もっともっと消費者、消費企業がですね、できること、声を上げることっていうのもたくさんある。 と思いますので、まあ、そうやって規制事実実績を作っていくことによって、まあ、国の政策を動かしていくことがまだまだできると思っていますありがとうございましたまあ企業自治体それから消費者がまあ結局自分たちが欲しいエネルギーの未来を自分で掴んでいくんだと、まあ、そういうことだと思いますえ何かあと最後に、えー、とコメントそれぞれあのこれだけ発言したいっていうのがあれば多少時間許してもらおうと思うんですけどどうですか,いやいいですか え、ま、これについてもす既に、ま、話が出ましたけれども、え、ま、いろんなニュースを見たり、あるいは、ま、報道を見て、え、その、米国、ヨーロッパの電力会社が何をやっているかということを聞いてきております。え、そしてまた、この業界のリーダーが何を言っているかと言いますと、これは明確です。え、電力会社、あるいはパワーセクターというビジネスモデル、ユーティリティファイナンスといったようなその構造、ま、電力市場は、ま、変化をしていかなきゃいけないというふうに 言われております。まあ、これは誰もが考えていることであります。そしてこれも実際に起きてきているわけであります。まあ、マイケル・ロゴルさんも、まあ、これについてすでに、まあ、本を記していらっしゃいます。ですので、これは明確にこのような動きが出ているということは言えます。で、日本もやはり、まあ、それに続いているということが言えるかと思います。で、例えば世界が iPhone の5とか 6, 6とか7に移行しようとしているということになると、まあ、日本は今のところまだ iPhone 2ぐらいだと、ただそこでまあ何とかして追いついていこうということが行われているわけであります。まあこれは一つのチャレンジではありますけれども、これは可能だと思っています。えー、まあ重要なポイントとしましては、これはそのまあコミュニケーションであります。えー、まあ非常にまあ簡単な問題なんですけれども、多くの方々は。 再生可能エネルギーというものが。 れれてていいるるけどども対応がが徹底にない風が止まってしまっっしたらううするかということを誰も考えるわけでありますでこの問題をまず扱わなければいけないと。それについていろいろと伝えていかなければいけないわけですので、エネルギー計画というものが必要になります。例えば在来でこういったようなことについてどういうふうに対処していくかということを考えていかなければならないでしょう。というのはこれは繰り返し出てくる議論だからであります。で簡単にえまあ。 そういうい問題あるいは問題提供するということはできるんですけれども、まあ、これはまあ問題ではあるけれどもそれは実際に扱うことのできる問題なのだということを我々は知っています。でそれを皆さん方も、まあ、やはり同じようにエネルギー計画のモデルといったようなものを提供していくと誰もがアクセスできるしそしてまた例えばその数字を入れるそしてまあ風力の資源などに ついて入れ,ればどういったようなシステムが可能であるかということを計算できるようなモデルといったようなものを提供するということが可能でありましょうしできるはずです。 ですので、まあ、こういったような点について、それを伝えていく、コミュニケートしていくということが必要であります。で、これはその電力だけではありません。えー、それと、その放熱ですとか、あるいは交通といったようなもの、えー、そして、新ガスの利用といったようなことも含めて、えー、これらの問題に対処していくということは可能なはずでありますので、これは今度はいかにして、その使えていくかということが問題になってまいります。 これは100%再生可能エネルギーに移行するということもこれはさまざまなものを投稿すれば可能だということこれが私からのメインメッセージになります。いただきますか 今朝まず孫さんのお話を聞くということでビデオメッセージを伺いました。でこのビデオメッセージをご覧になるかどうかは分かりませんけれどももし私たちのこの会合について見ていただくんであればこれは非常にその独占されていたドコモによって独占されていたネットワークにこの競争を導入していただいたということに 対してさんに我々誰もが感謝すするべきだと思います、まあ、そういったような能力今までなかったそのネットワークへのファイナンシングといってあの誰もがまだできなかったことを実現してくださったということに感謝しなければならないと思います次にやらなければならないことといいますとこれはその投資家ですとかあるいはそのエネルギーの専門家などそしてビジネスマンなどをこのような場で 集めて、まあ、二日間もあれば、この構造が構築できると思います。ファイナンシングの構造は、こういうものであるべきで、これによって、これを可能な、この電力市場が築けるのだ、ということを考えられると思います。でこれは二日間で考えられる、それもファイナンシングについて、話し合うだけでできると思います。で例えば、一年後にみんなで集まった時には。 ただ理解に努めるということではなく、アクションを実際に取れるような形になってくるであろうと思っておりますえ今日あ高橋さん、じゃあ、ごめんなさい、最後に一言ですどうぞどうぞ。はいはい すみません忘れられてましたはい、えっと、2つ申し上げたいと思いますまずあの私、まあ、エネルギー政策の議論に3・11ずっと関わらせていただいたわけですが一貫して申し上げてきたことがありますそれはエネルギー選択はシステム選択だっていうこと ですあの原発か再エネかという、まあ、二項対立という話がずっとされてきたわけですがあどちらかを選ぶ、まあ、仮にどちらかを選ぶとするとですよどちらかを選ぶということは単に原発が再エネに置き換わるということではなくて仕組みが変わるんだ電力システムを変えなければいけないんだ電力会社の役割あるいは新たにできる送電会社がな任人も担うとか消費者が全然役割が変わるだとかあそういう仕組みを変えなければ絶対電源も変わらないんだ。それは もうちょっと大きな風呂敷を広げれば社会の仕組みも大きく変わってくる、産業の在り方も変わってくる、まあ、先ほどからリストラクチャリングっていう英語がよく飛び交ってましたけどもお、結局そういうことなんだということですね、そこをまず我々は認識すべきじゃないかってことが1つです、でもう1つは、まあ、こういった議論が最近あまりメディアでも取り上げられなくなってきてです、ね、盛り上がらなくなってきたんですが、いやいや、始まったところじゃないか。 と私は思っていますドイツだってですね1986年にチェルノブイリが起きて、えー、そこからわっとこう盛り上がってですね2000年ですよようやく2000年に第1次脱原発が決まってでメルケルさんが出てきて逆の方向に行くかなと思ったら2011年。 ですから86年から考えたら25年かかって国民全体のコンセンサスができたわけですよね、なので、まあ、都知事選はああいう結果に終わりましたけれども、これから我々はずっと5年、10年ぐらいかけてですねこういう議論をし続けていかなければいけないのではないかと思っていますので、あのぜひこのリビジョンもですね毎年毎年続けて、ですねぜひ国民の議論をですね盛り上げていっていただければと思います。 えー、ありがとうございましたあの冒頭のピューター・ブラッドホーさんの,あの気象講演の中で、えー、電力業界というのは、まあ、通信業界がかつてその直面していたような、まあ、固定電話からこう携帯電話に移行するようなそういうい時期変化の時期を、まあ、迎えているんだという話がありましたでこれあの、まあ、電話の世界を考えてみると、まあ、固定電話から携帯電話の変化携帯電話からスマートフォンへの変化というのは,これは誰も止めることができなかったものですよね。ですからもちろん政政府の政策に 確信的なものになってほしいと思いますけれども、仮にそうでなかったとしても、やはりあのビジネスで、あるいはファイナンスの面で、あるいはコミュニティで、自治体で、やっぱりいろんな動きを起こしていって、演の変革を進めていくことが必要だし、まあ、できるんだろうと思います。えー、ということで、あの締めくくらせていただきまして、セッション2を終わりにしたいと思います、えー、パネルトの方に大きな拍手をお願いしたいと思います。スピーカーーーカのの皆様そししてモデレーターの大野さんありがとうございました 皆様いまいちと盛大な拍手をお送りくださいありがとうございましたこれでセッション2を終了いたしますこれより休憩のお時間とさせていただきます次のセッション3は午後4時午後4時を予定しております本日の発表資料につきましては 後日、財団のホームページに掲載いたします。また、ご記入いただきましたアンケート用紙は、お帰りの際に出口におりますスタッフにお渡しください。お使いになりました同時通訳レシーバーは、会場出入り口にて回収いたします。会場外へ持ち出されませんよう、お願いいたします。